悲しい。まあ今度もまた頑張ってほしいですね。息子が、はい、うん、あの祖父、そうそうです。あ、そうなんですか。今回はなんとかと思ったんですけどね。まず本当残念ですけどね。多くの方に協力していただいて初めてできたところでもあります。で、多くの方に期待していただいたことがですね、達成できなかったというところは、我々に責任があるところですので、深く反省し、申し訳なく思っているところでもあります。メインエンジンに何らかのトラブルが起きたというふうに、まず現象の一つ目としては見えているというところです。しっかり原因の究明ができるような、そういう、結果の残るような、そして前につなげられるような、そういうような失敗であったというふうに考えています。ちょっとこれまでになかった失敗モードで失敗しちゃったので、これから、次の農産動機を打ち上げるためにどういうふうに改善しなきゃいけないかとか、そういったところを、非常に課題になってくると思うんですけれども、そこに全力投球できるように、バックアップ体制というのを強化していこうかなというふうに思います。